はい、じゃあジャングルクルーズミッキーのスキル6の30分コイン稼ぎやります。54とコイン、じゃあ色はなしです。行きましょう。レディーゴー。予想は5万4000。まあ演出が特別長いわけじゃないし、まあマイナス補正はあるにしろ、まあロッドチャームと同じくらいだと思うので、ちょっと足んない。あーっと、寝ながらやってたからかシンデレラそりゃ疲れる、肩痛いでしょ。高橋さん、白丸さん、こんばんは。ほっ、たまる。低スキルでコイン稼ぎできる。低スキルか、まあガジェットを超える性能じゃないと多分コイン稼ぎとしてどうなのってところはあるので、そこを超えるってなるとやっぱいいやん。ハチプー、ジョー&鏡、あとなんかいたっけ、あとパッと出てこんな。ああ訪れはね、ちょっとこれこの多分タイマーを起動してるとどうしてもね少し訪れちゃうので、少しかわかんないけどね、今切り抜いて動画上げる際には直しとくので、ごめんなさい、この30分だけ我慢してください。にわときさん、こんばんは。ゴーじゃたまらん。なんかチェーンしづらいな。中井さん、こんばんは。4080。ハムスターが見づらいんだよね。山山さんもこんばんは。どこだ、ここ7チェーンでたまる。あー次たまんなそうだね。36。うお、この結果だいぶひどいのでは。4秒。まあ6000いけばいいか。さすがにたまらん。まああいつもちょっと少なかったかな。353、ちょっと少なかったね。もうレベル上がっちゃったけど、もしつむつむがなかったら今何してると思いますか。なんだろうね、ひたすらゲームをやってると思うけど、何かしら。ミッキー補正、マイナス補正があります。うおぉ、ミッキー軍団だ。ボムを割れなかった。ふい、つむつむ以外のゲーム何してますか。まあパズルしたり、つむスタやったり、つむつむ結局ほとんど他やってないよね。どこだ、ここ、ほい。ほいっと。マイクまで
拾わないか、さすがに。3500、お、たまる。お、ミッキー多いね。今回マイツも多いかも。上に大ツムシス、キューチェーン拾いたかった。ほい、7000円はいきそうかな、このペースだったら。5でたまる。5とボムで 1個だったね。お、ナイス。はい、大ツムー拾って、おほほほ大ツムー、まあ、いつも多いな。8秒13。これは繰り越しちょっとしちゃう。35くらい、あー、いかないか。さあ次のスキルはフィーバー5に入れたいね。もう一回、5秒でたまれよー。たまれー。よっしゃー。8000。これはまあいつも多いわ。めっちゃ多かったけども。465、ほら。40個、60個多かったかな。37。よし、動画化する？あそこの部分だけ切り取って40。おお、これもあいつも多いか？すげえいいペースな気がする。うわあ、めっちゃ降ってくる。絶対後で降ってこない、これ。待つ。ほい。2、3個繰り越して。このまま行くとさっきの記録超えるね。絶対超える気しない。8、5。あー、削れなかった。4でたまる。上のベイマックス3体、はい。うわー、届かない。これは繰り越しだな。6000？届く？ほい。14秒。ほいっと。あー、ちょっ
8秒。なんかさっきと似てるな。止まる。8000。あー、超えたな、超えちゃったわ。もう一回いける。8500。このプレイ、まあいつもまた多かったな。タイムボムは最初2個くらい来てたしね。これも動画か。あ、間違えた。チェーン止まっちゃった。はい。これは6000くらいじゃない？さすがに7000いけるような感じじゃないね。3つ。わあ、1個も繰り越せんかった。はい、今の2プレイのおかげで。ああ、どうかね、いっても5万、6000とかじゃない？33じゃたまらない。7、よいしょ、はい。3つ。38。あれで9チェーン狙いたいね。はい、出てこなかった。僕はすもみ狙ってますが、ハピラプとどっちがコイン稼ぎ効率いいですか？ほぼ一緒ですね。まあ一応、必要粒の少ない、スモールワールド、まあミニの方がいいとは思いますけど、そんな変わんないかな。言っても。5200、6000いかんか。青が多いな。さあ、次は6号くらい行きたい。7チェーン。フィーバーハイ。で、ミッキー必要粒いくつだっけ ?13 とか ?14 か。ちょっと軽めだったよね。ずんだまちさん、こんばんは。ナイスタイムボム。今月の新粒、はっきり2択で言うと強い弱いどっちですか？粒によってやっぱ評価は違うの。で、はっきり2択って言ってもね。ミニと
個人的にはミニーと、あ、ミニーは強い方。ミッキーは弱い。弱い？普通か。ペアツムは弱い。あれ、人によって分かれるでしょう。あれは。僕は、そこまで強くない。まあ、あえて弱いとは言わんけど。そこまでかなっていう、評価だね。だから強いって思う人は大体使いやすいからっていう理由込みなんだよね。僕は使いやすくても結局点数とかコイン数が微妙だったら結果的に微妙じゃないっていう感じなので。ほいっと。ペアツムは使いやすいってだけで性能的にはそんなに強くはないね。ロックリーさんこんばんは。白雪姫はね、弱い。あれは本当にミッション向きでしょ。イベントっていうか。はっきり言うタキさんが使うと何でも強いです。やめて。ヤマトナデシコさんこんばんは。ああ、ナデシコさん、そう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 。ツイッターで見ましたよ。あの、タンブラー。白白。ありがとうございます。よし、オッケー。今年の1月からツムツムは初めて、最強のツムはその前のツムが多いです。今後最強のツムは出ると思いますか？最強なんて言葉使わない方がいいよ。人によって最強変わるもん。強いツムね。まあ、確かに去年の方、まあ、言ってもまだ8月だからね。9月、9、10、11、12、あと4ヶ月中で、まだ出るかもしれないからね。そこら辺は判断できないでしょう。ちょちょい、おら。いや、待つ、ここは。今年のツムで一番強いツムは何ですか？でも、コイン稼ぎで言うと、僕は女王庵の鏡、かな？スコア一番取れてるのってなんだろうね。あ、大将か。大将ミッキーかな。アリス幅ね、広かったらね、良かったんだけどね。ほい。あー、ちょ、上。ガストン超えるようなツム今後実装されるとは、正直思わんね。正直ね。されるんだったら、本当にスキルマックスじゃないと使えないよみたいな条件じゃないと出てこないと思う。
キル1から5はもうロックかかってる、積む自体使いませんみたいな前代未聞のことしないと出てこなさそう。おっとミスった。68、あと10分ぐらい。このツム好き。さあいい感じ。もう一回7000枚ぐらい取りたいね。なあ、ほいほいほいっと。フランダース、はい、37でたまる。こいつはどれくらいマイナス入ってるんだ。ガストンとかと一緒だね。まあよくある補正値のあるツムと一緒です。バネロペとか、まあ、最近ね、よりマイナスの粒が多くなってるので、マベ粒のところとか、コブラとかね。よくあるって言われてもわかんないと思うけど、ま、ちょっと前までは、ま、約 0.9 倍って言われるやつと同じ。おー、ちょ、大粒。やべ、いない。ちょうど2ペア、どこも。思ってたより上。お、5万8000とか。いきそう。くそー。このオラフの隙間なんとかしてほしいな。サシーミーさん、お邪魔します。お邪魔されます。あー、ブリンキ引っかかった。ここ。ナイスタイム。昔のツムと同じくらいか、スキル的にもチェーン。あ、ミスった。タイムも作ったりして時間増やすしかないか。うん、何のツムの話をしてるんだ、ごめん。ワンさん、こんばん。からあげさん、ちゃこさんもこんばんは。いや、このプレイちょっとひどいな。3秒じゃたまらんよね。あと2プレイ？だいたい。ポンズゆずさん。ゆずポンズさんかな？こんばんは。6チェーン。あ、違う。ミニー繋ごうと思ったのに。ミニーじゃない。マリー。ピラプと今回のミニどちらがいいですか？個人的にはミニだね。演出が短いから。お茶子さん、アリエル出た。おめでとう。そのツム、スキルが中央から下だから、敷き詰めないとダメ。
となるとスキルの繰り越しチェーンでタイムボム、スキルタイミングが大事。あー、なるほどね。そうだね。トリテンくん、こんばんは。キューチェン。やべ、このタイミング待てよかったかな。打てる。いこう。今回のミニとラグビーミッキー、どっちの方がコイン稼ぎ優秀ですか？ラグビー。まあ、ラグビーはね、もう単純に使いやすいっていうのがね、最大の利点なので、チャームっていうね。スキル、ああ、うん、ラグビーだね。あんま余計なこと言わないでおこう。これはたまるか？たまる。あー、ちょ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 。ラグビーミッキーのスキルレベルってどれくらいから活躍しますか？これ僕のね、その、なんていうの？感じ方って尺度っていうか、で言っていいのかな。僕はね、スキルマックスから。僕はスキルマックス。活躍、まあ、一応使えるっちゃ使えるんですけど、どのスキルレベルでもね、まあ、普通にチャームの積むとして入れやすいので、まあ、スキルさえ回っちゃえば、それなりにどのレベルでも稼げるんですけど、ぶっちゃけ2、え ?2 じゃない、3、4、5とやってきてね、ほとんど消去範囲変わんないんですよね。まあ、もちろん少しずつは増えてるんですけど、なんか、上がったっていう感じなので、5から6はね、消去範囲ね、超変わってます。スモールワールドミニアナキン、どっちが強いですか？アナキン。ほい、よいしょ。これは使っちゃえ。いやあ、3で溜まる。いやー、最後ちょっと6000枚いかないか。いや、まだわからんな。こっからスキルが回れば、回らない。やばい。どのくらい差が出ますか？一応僕の検証だと、30分やって2万くらい変わります。上3つ消しはたまる？たまる。はい。アーキさん、ホワイトです。ありがとうございます。届け！届け！いや、こっからスキル3回も回んないよな。
あ、なかった。30分ぴったし。はい。ということで、30分終わりました。ああ、さいさん2000スパチャ、ありがとうございます。頑張ってくださいまし。ゲンガちゃんこんばんは。ハポーピーさんもこんばんは。んー、どうかな。予想はね、もうちょい上。5万4000くらい。だと思ったけど、80002回出て。5万8000くらいいったかもね。9プレイ6600。あー、惜しいね。5万7900だ。ほぼ5万8000だね。ってことは、5、7、9、6、あー、ダース・ベイダーの下、悪巧みピートの上だね。43番なのかな。うん、結構行った方かな。あの8000がやっぱ効いてたのかな。だって、ロッドチャームが、まあ、ほぼ一緒だよね。6500、平均6500で、5万5000なので。まあまあって感じだけど、まあ結果まあまあだよね。じゃあコイン稼ぎとして使っていくかって言われたら、別にってなっちゃうよね。あ、ミニここです。24ですね。まあ何回かやったらここら辺はね、前後すると思うので、